昭和61年台風第14号は、1986年8月に発生し、極めて複雑な動きをした長寿台風である。進路図1986年8月18日、南シナ海北部で発生した台風14号は、発生後も南シナ海の北部海域で長期間に、渡り停滞、迷走を繰り返し、フィリピンや中国、香港や台湾、 ベトナムなどに接近、上陸した。14号はその後も何度も何度も、震度を変え、極めて複雑で稀な震度をたどった。だが、一度26日9時に勢力が弱まって、台風ではない熱帯低気圧となり、27日21時に改めて台風となった。こうして、台風としての期間が終了したのは、最初の発生から実に462時間後の9月6日と、 なり、1951年の統計開始以降では、一時的に熱帯低気圧であった期間も含めると、史上最長の寿命となった。そして、熱帯低気圧であった期間を除いても、史上4位の寿命である。14号が長期間に、南シナ海に居座って蛇行した理由としては、台風の発生当時、南シナ海では、 モンスーンの谷間が生じており、その谷間に台風が止まっていたことが挙げられる。14号の影響を受けた台湾や香港、フィリピンなどでは各地で暴風雨に襲われ、合計で490人が死亡するという大きな被害が出た。ありがとうございます。